小野市の全景北リマ総合医療センターより、小野市は、兵庫県の中南部、東リマのほぼ中心に位置するし、北リマ県民局に区分されている、北リマの中心都市である。地域的には、東リマ、ま、あるいは北リマに区分される。天気予報と、気象注意報、警報の区分は、兵庫県南部、リマ南東部に属する、兵庫県の県庁所在地である、 神戸市と張間地方の中心都市である、姫路市という兵庫県下における二大都市のほぼ中間に、一市両市のベッドタウンとしての機能を持っている。このようなことから1970年代から1980年代にかけて特に宅地化が進められたが、兵庫県で有数の伝統工芸都市として知られ、そろばんの生産地で有名である、東隣の三木市ともに金物で知られ、 晩州釜は、兵庫県の伝統的工芸品に指定されている。市域中央部を過去側が南流する。神戸市と姫路市のほぼ中間に位置する。小野アルプス国土地理院地理情報によると、小野市の東西南北それぞれの橋は以下の位置で、東西の長さは1 1 8 0トル南北の長さは1 1 2 0トルである。小野市中心部周辺の空中写真。 加古川東岸に市街地が形成されている。1985年撮影の8枚を合成作成。国土交通省国土画像情報をもとに作成。詳細は、小野市議会を参照、ソロバンの町小野市のオブジェ、世界最大のソロバン。コマは、西暦年を示している。2016年、巨大ソロバンのもとに新設した、ソロバンモニュメント、祈願ソロバン。 工業そろばんと家庭用刃物が伝統的特産品。1976年に晩秋そろばんとして経済産業大臣より伝統工芸品の指定を受けた。また、1955年よりそろばんの玉を利用した玉のれんを製品化したのを契機に工芸分野にも進出し、多くのインテリア商品などの開発も試みられている。農業。 山田錦を中心とした米作りや、山田錦の粉を使ったパン、菓子、麺等の生産。2005年に小麦を開発し、登録、麺製品などの商品化が試みられている。北張間総合医療センター2007年4月から、市内在住の小学6年生まで全員、そして2009年4月から、市内在住の中学3年生まで全員が、医療費無料となった。 さらに2016年7月から市内在住の高校3年生まで全員が医療費無料となった。小野市の匠大工業、団地総合スーパー食料品店、ドラッグストアホームセンター飲食店、携帯電話パティスリーその体育系岡町は、小野市の町の中で最も三木市に近接している町で、現在1047世帯3038人が住んでいる。 三木市への通勤率は10.2%である。小野駅国道175号、柏山町で撮影産業道に小野バスストップがあるが、姫路駅大阪空港線その他の路線は停車しない、ため、倉敷駅三宮線の位置を往復のみである。神戸方面へは、都市間を結ぶ西脇急行線の方が、圧倒的に本数が多い。一般路線高速バス準高速バス。 おの市の車のナンバープレートは、神戸ナンバーが交付される。名所、旧石博物館公園温泉コンサートコンベンション、施設おの市全域で675の13、XX、市内全域の周辺を、おの郵便局が受け持つ、三木 MA0794 から 6X、70おの市の大部分西脇 MA0795 から48また今地の一部蒸気1の地域は、 市内局番 7X、8X で、三木市内へ、市内料金で通話可能。上記2の地域は、市内局番 2X で、西脇市内へ、3X で、高町へ、4X で、加藤市へ、市内料金で通話可能1と2の地域の相互通話は、市外局番が必要である。ありがとうございます。